走らせたり倒した状態からくるんと立てたりして遊べるツーウェイ富士山を作ります。まず折り紙を斜めにしてから三角に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた三角に折ります。折り筋をつけ今度は白い面を上に広げ四角い形に置きます。全体を半分に折ります。折り筋をつけ広げます。90度回しまた半分に折ります。折り筋をつけ広げます。少し向きを変え角を中央に折ります。折り筋をつけたら開きこの角をこの折り筋まで折ってから畳みます。同様に他の角もまず中央に折ってから折り筋をつけ開きその折り筋まで折ってから閉じます。角を中央に開いて折り筋まで折り閉じます。角を中央に折り筋をつけ開き折り筋まで折ってから閉じます。このような枠のような形を作ります。少し向きを変え角を少し中に折ります。このようにはみ出る感じです。ここが1センチぐらい、こちらも1センチぐらい出る感じに折っていきます。他の角も同様に大体で結構なんで1センチぐらいはみ出る感じで折っていきます。このように折ったら今度はこの横の部分へこませます。横をへこませてこのように全体を閉じます。そしてこの部分しっかりと折り筋をつけます。開きます。この部分このように開きます。ここ閉じて2つくっつけてこのように折ります。中に折ることでこの側面がきれいに閉じられます。くるっと回してこちらもこの部分このように閉じてから中にこのように折ります。
かりと折り筋をつけてここを閉じます。しっかりとこのように側面にくっつけて一旦閉じます。この白い角をだいたいこの青い尖ったあたりまで折ります。このように折ります。そしてしっかりと折り筋をつけ広げます。ここに折り筋をつけます。この部分を膨らませます。膨らませてここからがポイントです。この上の部分このようにつまみます。左右からつまんでおいて、そしてこのように横に倒してくぼみを作ります。形を整えて、これでツーウェイ富士山の完成です。この裾の部分を上から叩けばツツッと勢いよく走ります。さらにこのように倒してこの部分軽く押せば、行き過ぎました。軽く押せば、ぴょこんと立ち上がります。この立ち上がるのは少し難しいので、加減を練習してやってみてください。